みなさんこんにちは、めめむです。もうすぐ中秋の名月です。中秋の名月は何を食べるんですか？月餅。そうです、ピンポンピンポン。これは何でしょう？月餅1個でも月餅です。この1個でも6個あります。すいませんはい、テンション高いです。月餅を見るとテンションが上がります。しかもですね、この中にですね、ベイベーズカフェのこのロゴでできたこの型で作った月餅がありますね。子供の時にですね、私大好きですね、この月餅は。結構1個だけ食べてもなんかお母さんにもう1個くださいというふうに言うぐらいに大好きです。そして実はね、私もう1種類も好きです。この月餅は白あんです、栗あんですけど、お肉でできてるパイみたいな月餅も中国では流行ってるんですね。食べたことありますか？ないですよね。日本ではなかなかシェンローリューピン、お肉の月餅ないですけど、いつか皆さんにも紹介したいなと思います。でもこのクリアの月餅も本当に美味しい。ほっぺたが落ちるぜひ期間限定なので、皆さん、ベベーズカフェで、あるいはベベーズカフェのホームページから、お求めください。ぜひ中秋の名月の9月13日にお月様を見ながら、お茶を飲みながら、優雅に秋の夜を過ごしてください。ちょっと待って、ベイベイウーの音楽も聴きながらお過ごしください。今週はベイベイズカフェのオリジナル月餅の話でした。また来週。